昨日は調査に付き合っていただき、ありがとうございました。こんな時ですが、手伝ってもらったあなたには聞いてもらいたいのです。あの後、アルビデの死を天使長に報告し、奇妙な石も証拠として提出しました。でも、立ち入り禁止の危険地帯で起こったことだけに、ただの事故死として処理されてしまいました。進化の儀が目前に迫ってるので、大ごとにはしたくないのでしょうね。ならばこそ、なおのこと、原因を究明しなければならないはず。この件を、うやむやにしたまま進化の儀を行うのは、抵抗があります。あ、いえ、今のは聞かなかったことに。聖典社の一員として、あるまじき発言でした。さあ、あなたを追い返した無礼者に、ギャフンと言わせてやりましょう。おや、ヘルベル様、いかがされましたか？刻限を過ぎても英雄が揃わなくてな。残り2名なんだが、見ていないか？あ、いや、どうでしたかね。あなた方と違って、一人一人英雄を見知ってるわけではないので。うん、そうか。では、後ろを向いてみろ。お前はなぜこの人を追い返したのです？どういうことか説明しなさい。言いがかりはよしてくれ。まさかその平凡を絵に描いたような奴が英雄とは誰も思わないだろう。しらじらしい。分かっていてのけものにしたのでしょう。弁解の余地もないようだな。ならば謝罪し、非礼を詫びよう。すみませんでした。一つ許してやってくれ。この件は解決ということで。よいな。ヘルベル様。あなたこそ良いのですか？我らの祖先は、ルティアナ様がこのアストルティアをお作りになるのを見届けた。女神は、我らを導く光であったお方。そのたっとき光が、この者の過失によって失われてしまったのですぞ。このような大役の徒に進化の儀を受けさせるなど言語道断。女神を思う気持ちはよくわかった。そなたと同じ思いを抱える同胞が少なからずいることも承知している。こいつがこいつのせいでルティアナ様が。黙れ。女神がお作りになった世界を守る、全てにおいて優先される我らの使命だ。貴様も天使なら、志の高さで市場を乗り越えてみせよ。ユーライザ、そのものを伴い天の聖壇へお行きなさい。お前も進化の儀を見届けるといい。私は英雄フォーステイルを探しに行く。ありがとう、ヘルベルお姉様。
すでに始まっているようですね。彼らの儀式が終わるのを待ちましょう。四天の星巡りによって磨かれ、そして禊によって清められた諸君の魂は神への海底を登る資格を得た。仮初めの血肉を捨て、女神が作りたもうたこの世界を支える新たなる柱となることを誓うか。ええ、はい、よろしい。魂の燭台に最後の炎を。続いて誓いの証として魂の燭台を進化の航路に投げ入れよ。俺からやらせてくれ。ステイルはまだ来ませんね。何かあったのでしょうか。その進化の炎は霊的には諸君の分身であり、かつ進化を促す触媒でもある。進化の炎を己の中に取り込むのだ。ここにアストルティアを守護する矢柱の神々が権限した。これが神の力、俺たちの願いを叶える力か。身の内から湧き上がるこの洗脳感、俺はこの力で自らの過ちを正してみせよう。トワチャッカ大陸をあるべき姿に戻すんだ。私たちはトワチャッカの神となる。愚かなる歴史に終止符を。何もかもぶっつぶす。トワチャッカ大陸をあるべき姿に。僕ワクワクしてきたよ。大切なものをただ守りたかった。だからこそ己の全てをかけてたった一人で最悪の王に挑んだのだ。だがどうだ、友は死に国は滅びた。抗うことが苦痛を長引かせるだけならば最初からこの手で終わらせればいい。神を満たす甘美なる力、なんと素晴らしい。この力で私は何より愛したかの国を滅ぼすことといたしましょう。人類なぞ大魔王に滅ぼされるべきだった。あの戦いを生き抜いた兄貴ならわかるだろう。ニワトリのことは知った。一人一人は善でも群れると悪になる。平和になると身内で争うようになるしな。共通の敵がいるうちは結束してたのに、人間ってのはつくづくどしがたいね。この力で世界を一変させよう。
お前ら偉大なる力で世界を作り変えようぜ。新しき世界のために。ラダガード、お主は正気なのだな。正気だと。だからこそ俺は待っている。お前が神になるのをな。天使を誘いに乗り天聖教に導かれたのがそもそもの誤りだったのだ。なぜなら俺は英雄の器ではないからだ。無邪気に夢を追い求めた結果、娘や仲間が犠牲となり果て、のうのうと自分だけが生き延びてしまった。ネークンと呼ばれて歴史に名を刻んだが、他者の犠牲の上にあぐらをかく愚か者の何がネークンか、何が英雄ラダガードか。さあお前も神になる。俺とお前で天聖教を滅ぼそう。俺なんかを英雄に選んだ挙句、絶大なる力を授けてしまう。愚かなる天使どもに鉄槌を下そう。どうした恐れているのか。この神秘を体験すれば世界が一変。そう、神の力の一端を見せて、その身で味わえばお前もこの力が欲しくなるだろう。だが加減を誤って命を奪ってしまうやもしれぬ。そういう時は恨んでくれるなよ。
進化の儀を受け、お前もこの力を手にしろ。神の力を見せると言いながら、このざまでは立つ瀬がないな。お前ほどの豪の者に神の力を欲する気持ちを抱かせるには、もっと本気を出さねばならぬようだ。まともな神であろうはずがない。あれは悪しき神、悪神だ。どうだ、欲しくなってきたろ、この素晴らしき神の力。その身に刻まねばわからぬか。神の力、とくと味わうがいい。必ずや魅了されるであろう。強情なやつめ、もはや手加減せぬぞ。
待っていたぞ。天使の誘いに乗り天聖教に導かれたのがそもそもの誤りだったのだ。なぜなら俺は英雄の器ではないからだ。無邪気に夢を追い求めた結果娘や仲間が犠牲となり果て桃々と自分だけが生き延びてしまった。名君と呼ばれて歴史に名を刻んだが他者の犠牲の上にあぐらをかく愚か者の何が名君か何が英雄ラダガードか。こんな俺に過ぎた力を与え見せかけの希望を与えようとする天使どもには心底虫ずが走る。手に入れた力で愚かなる天使どもに鉄槌を下す。お前も手を貸してくれ。どうした、恐れているのか。この神秘を体験すれば世界が一変するぞ。迷いなど不要、体験すればわかる。そう、神の力の一端を見せてその身で味わえばお前もこの力が欲しくなるだろう。だが加減を誤って命を奪ってしまうやもしれぬ。そういう時恨んでくれるなよ。お前にも神の力の一端を見せてやろう。
進化の儀を受け、お前もこの力を手にしろ。